ソフィーのアトリエ、不思議な本の錬金術師始まるです。やあソフィー。マルグリットさん、休憩中ですか？ああ、朝から働きっぱなしで疲れたからね。ここでこうして休んでるのさ。どうせなら中の方が休めるんじゃないですか？そうなんだけど、目を離すとすぐにサボるからね。それはあるかも。まあ手伝ってくれてるだけでもありがたいけどね。母ちゃん、そろそろ代わってくれよ。オイラ疲れたよ。しょうがないね。じゃあそろそろ戻るとするかね。二人ともやっぱり仲がいいな。いつもありがとうございます。こちらこそ、いつも当店をご利用いただき感謝しています。今年の出来はどうですか？例年よりも味に深みが感じられますね。それは楽しみですな。こんにちは。おや、ソフィー。いらっしゃい、ソフィー。ホルストさん、今日は配達ですか？ええ、儀礼のためのお酒を納品させていただいたところです。今年は当たり年ですよ。これも神のご加護ですね。お酒か。お酒ってどんな味がするんですか？そうですね、一言では難しいですね。ソフィーも大人になればわかりますよ。ちぇ、大人ばっかりずるいの。大人は大人で大変なんです。お酒はその日の疲れを癒してくれるものでもあるんですよ。子供だって疲れるんですけど。ソフィーも言うようになりましたね。きちんと仕事をしているという意味ではソフィーも一人前ですからね。そうなんです、私もお仕事をしているんです。だからお酒を飲んでもいいんです。それはダメです。別に飲みたいわけじゃないからいいですよ。いらっしゃい。こんにちは。おう、いらっしゃい。ソフィーは今日もいい笑顔だね。そうですか？うん。あ、でも…なんでしょう。いや、ソフィーっていつも同じような服を着てるなって。せっかく可愛い顔してるんだから、もっとおしゃれすればいいのに。そうかな。でも、テスさんだっていつも同じ格好ですよ。私のはお店の制服だからね。あ、そっか。そういえば、そのウサ耳も制服の一部なんですか？これは私のオリジナルだよ。マスターも許可してくれたんだ。へえ、ホルストさんってウサ耳好きなんですか？人聞きが悪いですね。ウサ耳は子供受けが良いので許可したまでです。そうなんですね。初めて知った。
私はてっきり男の客受けがいいからだとばかり。これ以上は突っ込まない方が良さそうだね。は、はい。ですの。また。いら、どの。ありがとう。ありがとう。それでは。頑張っ。よしっと。かけた。ねえねえ、プラフター、どんな感じ？何か変わった？ソフィー、また記憶が戻りました。知識の大釜についてです。本当？ついに思い出したんだね。ねえ、知識の大釜ってどこにあるの？残念ながらそれはまだですが、知識の大釜がどのようなものなのかは思い出しました。考えてみたら、私知識の大釜が何なのかすらよく知らないし。以前、私たち錬金術師は素材が持つ願いを叶える手助けをしているという話はしましたね。ああ、うん、覚えてるよ。一応知識の大釜は素材が持つ願いの力を増幅させることができるという道具なのです。結果、本来錬金術師自身が加えなくてはならない力を軽減することができるようになるのです。素材に力を加えるという工程は本来才能に左右されるもの。しかし、知識の大釜を使えばその才能を持たなくとも錬金術を行使しうるということです。よくわからないけど、つまり知識の大釜があれば誰でも錬金術が使えるようになるってこと？はい、その通りです。そしてすでに錬金術が使えるものであれば、より高度な錬金術が行使できるでしょう。なるほどね。それにしてもプラフタ、プラフタってなんでそんなに知識の大釜に詳しいの？いくら昔錬金術師だったって言ってもさ、知識の大釜って伝説のような道具なんでしょ？ああ、そんなことですか。簡単な話です。知識の大釜を作ったのは私ですから、詳しくて当然です。はい、つい先ほど思い出したばかりですが。あれ、そんなすごい道具を作っちゃうなんて、プラフタってもしかしてすごい人だったりする？さあ、それは分かりかねますが、きっとすごい人だったのではないでしょうか。あっさり言うなあ。あ、プラフタ、もう一つだけ聞いてもいい？プラフタってなんで知識の大釜を作ろうと思ったの？それだけすごい道具なんだもん。やっぱりすごい理由とかがあったりしたの？それはなんででしょう。すみません、まだ思い出せません。そっか、残念。何を作ろうかな。どの材料を使おう。街の外れの高い
やできたー、レベルアップ。はーい。邪魔をする。フリッツさん、あれ、私フリッツさんにアトリエの場所を教えましたっけ？フォルストから聞いたの。ソフィー、君は錬金術師だそうだな。まだまだひよっこですけどね。ほう、喋るコントは珍しい。クラフターを見て驚かないなんて。フリッツさんって錬金術について詳しいんですか？詳しいわけではないが、旅が長いからな。少しぐらい珍しいものを見てもそう驚きはしないさ。へえ、そうなんですね。ところでソフィ、君を錬金術師と見込んで頼みがある。用意してもらいたいものがあるのだ。あ、はい、構いませんよ。何ですか？人形に使う糸だ。専用のものが必要なのだが、どうもこの町では手に入らないようだ。私は人形師、人形劇で生計を立てている。だから糸がないというのは死活問題なのだ。なるほど、わかりました、任せてください。すまないな、手間をかけるが、完成したら旧市街にある私の家まで持ってきてもらえるだろうか？はい、持っていきますね。頼むぞ。それでは私は失礼しよう。人形劇か、いつか私もフリッツさんの人形劇見てみたいな。そのためにはあなたが人形のための糸をしっかりと用意して差し上げなければいけませんね。うん、頑張って作らないとね。どの材料を使おう？こんな感じ。どの釜がいいかな？それじゃあ始めよう。よし、いい流れだわ。うん、いい感じ。うんうん、好調好調。よし、いい流れだよ。こんな感じ。では仕上げていった。どの特性を使うな。うん、レベルアップ。どのくらい休もうかな。ソフィー、何を読んでいるのですか？あ、プラフト、おばあちゃんの日記帳を見てたんだ。さっき本棚の中から見つけてね。おばあちゃんマメな性格だったから、出かけたこととか一緒にお菓子を作ったこととか細かく書いてあってね。すごく懐かしいんだけど、でもすごく寂しくもあるんだ。おばあちゃんが死んじゃってからもう結構経つんだなーって。ソフィー、私お父さんもお母さんも早くに亡くしちゃって、ずっとおばあちゃんが面倒を見てくれてたんだよね。でもおばあちゃんも死んじゃって、おばあちゃんのお葬式から帰った時、このアトリエがすごい広く感じてさ、悲しくて怖くて寂しかったんだ。ああ、一人ぼっちになっちゃったんだなって。ごめんね、締めっぽい話しちゃったね。あ、今は大丈夫なんだよ。モニカもオスカーもよく遊びに来てくれるし。それでも夜はちょっと寂しかったんだけど、でも最近はそうでもないの。なぜです？
今はプラフタがいてくれるから。夜になってもプラフタがいてくれるから一人ぼっちじゃないもん。だから最近は夜も全然寂しくなんかないんだよ。むしろプラフタと一緒にいられて楽しいくらい。本当にね、プラフタには感謝してるんだよ。ソフィーは寂しがり屋なのですね。違うよ、寂しがり屋なんかじゃないもん。ソフィー、安心してください。私はあなたを置いてどこかへ行くことはありません。プラフタ、こんな寂しがり屋を一人にするなんてかわいそうで私にはできませんからね。ああ、また寂しがり屋って言った。だから違うってば。どこが違うというのですか。私には分かりかねますが。もういい加減にしないと私だって怒るんだからね。そうか、では見せてもらおう。これなら実用に耐えるだろう。本当ですか？よかった、安心しました。あの本は君のことをひよっこだと言っていたが、なかなかどうしてできる錬金術師じゃない。とにかくこれで人形劇をすることができる。感謝するぞ、ゾフィー。お役に立ててよかったです。もしよければ今度私にも人形劇を見せてください。アン、君は人形劇に興味があるのか。え、あ、はい、見たことないので一回見てみたいなって。そうか、人形劇を見てみたいか。それはいい、ぜひとも見るべきだ。フリッツさん？人形劇は素晴らしいぞ。脚本家が作り出す緻密に計算され利口の妙が凝らされた物語、そしてそれを引き立てるは人形の所作により感情を表現する人形師の職人芸。その二つが合わさった時、人形はあたかも生を受けたかのように観客を魅了するのだ。そうなんですね。それはぜひ見てみたいです。そうだろう、そうだろう、うん、ぜひ一度は見せてやらないといかんな。フリッツさんって人形のことになると人が変わるな。おう、やい、どのい、あれ、ありがとうございます。いらっしゃい。どの噂、
それ、いやー、いつもながらいい出来だよ。ありがとう。どうもです。あれ、オスカー。やあソフィー、奇遇だね。うん、オスカーもここでお買い物なの？ああ、やっぱりよく使う消耗品は同じものの方がしっくりくるからね。ここは全く同じ状態で作ってくれるから助かるんだ。だからこうして利用してるんだよ。まあ時々だけど。へえ、そうだったんだ。今日は何を頼んだの？今回頼んだのは軍手だよ。植物を採取するときなんかに使うんだ。なるほど。あとお菓子を頼まれることが多いです。え、お菓子？ん、そんなに不思議かい？だって消耗品って。お菓子だって消耗品さ。出来たての料理はさすがに少ないですけど、保存が効く食べ物の依頼は割とあるです。ほう、お菓子か。ソフィーさんも何かお菓子を？今はいいや。自信作ができたらお願いするよ。わかりました。楽しみにしてるです。どこに行くんだい？これって食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。何が取れるかな？やばそうになりますよ。気をつけろ。
まだまだ、さあ。我ながらプラフタに書き込むのも手慣れてきた気がするよ。そうですね、ソフィーにはだいぶお世話になってしまっています。こっちだってプラフタにはお世話になってるんだから、お互い様だよ。ソフィー、また一つ思い出したことがあります。過去の錬金術についてです。過去って500年前のこと？はい、500年前は各地で様々な錬金術の研究が行われていました。かくいう私もアトリエを設け研究に勤しんだものです。あー、なんかわかるかも。プラフタって一人でアトリエにこもってずーっと研究してそうだもんね。いえ、確かおぼろげですが、一人ではなかったような記憶があります。え、そうなの？誰かと一緒に研究してたんだ。はい、詳しくは思い出せませんが、とにかく少なくとも500年前から錬金術は研究されてきたというわけです。へえ、錬金術って結構由緒正しかったんだね。プラフタ、前に私に聞いたよね。私が錬金術をやるようになったきっかけは何かって。昔の研究について思い出したなら、プラフタが錬金術をやるようになったきっかけ教えてもらえないかな。秘密です。ん？秘密ってことは思い出してはいるんだね。秘密です。どうして隠すの？いいじゃん、教えてよ。ねえ。秘密です。それでは失礼します。あ、待ってよプラフタ。あれ、ジュリオさん？いや、ソフィー、ホルストさんのお店にいるなんて珍しいですね。そうでもないよ、実は結構通っているんだよ。そうなんですか？ええ、ソフィーが調合で忙しい時などに依頼をこなしてくれて助かっています。一人でですか？そんなに大変なものは選んでいないから大丈夫だよ。それに依頼が出るということは困っている人がいるということでもあるからね。困っている人を助けるのは騎士として当然さ。へえ、ジュリオさんかっこいいな。ええ、立派なものです。いや、本当にそんな大したことじゃないですよ。それじゃあホルストさん、また何かあったらお願いします。わかりました。それじゃあソフィー、また。あれ？だから、オイラは忙しいんだ。遊んでる時間なんてないんだってば。ごめんね。少しだけでいいから、遊んであげてくれないかしら。いくらパメラの頼みでも、それは聞けないよ。何人たりとも、オイラの植物への愛を止めることはできないのさ。一体どうしたの？あら、ソフィーちゃんじゃない。
ちょうどいいところに。ソフィー、オイラの代わりに子供と遊んでくれないか？オイラ忙しいんだ。でも今日はみんなオスカー君と遊びたいみたいなのよ。だってよ、私じゃダメみたい。たまには遊んであげなよ。そう言われても忙しいんだよ。そう、あんまり無理を言っても迷惑だものね。残念だわ。昔のオスカー君は今よりもスリムで、誰にでもニコニコ優しい子だったのに。活発で、広場の噴水の水を清水だとか言ってジャブジャブ浴びたり、可愛かったわ。パメラ、一体いつから子供たちとは遊んであげないなんて意地悪な子になっちゃったのかしら。いや、そのきっと神様も悲しんでると思うわ。わかったよ、遊べばいいんだろう。遊べば。でもちょっとだけだからな。あら、助かるわ。それじゃよろしくね。パメラが一番オスカーのことを知ってるのかも。やあ、アル。あら、ソフィー、本屋で会うなんて珍しいわね。うん、モニカは何の本を見に来たの？特に何か欲しいってわけじゃないんだけど、何か面白そうなのがあったら買おうかなって。モニカはいろんな種類の本を読むわよね。エリーゼほどじゃないけどね。ねえ、モニカはどうしてそんなに本を読むの？そうね、いろいろなことを知りたいから、知的好奇心じゃないかしら。それに、どんなことでも知っておいて損はないしね。へえ、モニカって熱心だね。そう？うん、でもあんまり読みすぎは良くないよ。モニカもエリーゼお姉ちゃんも二人ともメガネだし。あら、私はエリーゼほど目は悪くないわよ。メガネがなくても日常生活に支障ないし。私はいいのよ、本さえ読めれば。でもモニカは剣を使うじゃない。目が悪くて大丈夫なの？メガネがあれば問題ないわ。それにこのメガネ結構軽いのよ。ふん、それは便利そうね。メガネっていろいろ種類があるんだね。ええ、毎日かけるものだし服以上に悩むわ。もう体の一部みたいなものだわ。そうなんだ。それじゃ私はそろそろ行くわ。二人ともまたね。うん、また来てね。ソフィーは大地の傷跡には行ったことある？ううん、なんとなく聞いたことはあるけど、まだ行ったことはないや。どんな場所なの？一言で言うなら荒野ね。荒野？全然水がない場所で、崖が多いらしいの。だから普通の場所にはない素材が多くあるらしいわ。へえ、そういう場所だったんだ。もしかしたらソフィーの錬金術に役立つんじゃないかと思って覚えておいたの。そうだったんだ。ありがとう、エリーゼお姉ちゃん。今度行ってみるよ。ただ強い魔物もいるらしいから気をつけていくのよ。はーい。
ちょっとマスター、それはもったいないですって。そうですか、さすがにこれはもう使わないと思いますが。いいえ、節約は大事なんですよ。小さなことからコツコツとです。それも一理ありますが。こんにちは。お、いらっしゃい。いらっしゃい、ソフィー。何の話をしてるんですか？食材の話だよ。まだ使える部分が残ってるのに捨てるなんてもったいないって話。節約術ですね。さあさあ、節約術。例えば食材以外にもグラスを拭く布巾は雑巾として再利用できるし、節約できる部分はまだまだあるんですよ、マスター。確かにそうかもしれません。これからはもっと節約にも気を使いましょうか。そうです。あ、そういえば前から考えてたとっておきの節約術があるんですけど。うん、というと？私聞いてみたい。へっへっへ、聞いて驚かないでよ。紅茶の葉を乾かして二番煎じの紅茶として安く売るの。環境にも優しいし節約もできるし。どう、この案。それはちょっと。さすがにそれは私のプライドが許さないというか。あれ、ダメ？はい、却下です。へえ、いいと思ったのにな。テスの待つ。いらっしゃい。どの色？